はい、始まりました。現役復帰チャンネルです。このチャンネルでは39歳元アメフト社会人リーグプレイヤーが現役復帰を目指してトレーニングしている様子をアップしております。そういうわけでですね、下半身をやりました。ね、この日はスクワットをメインとしてやりましたね。いやでもこれね、その時はねそうでもないんですけど、やっぱり、昔と違って、まあ昔もそうかもしれないですけど、結構やった後がねスクワットってこう疲労がね残るんですよね。次の日とかで痛いとことか出たりとか、で足のトレーニングなんですけど、結局支えるのに全身使ってるんで、違うところに結構痛みが出たりとか筋肉痛が出たりとかして、僕の場合はね結構頭痛になったりするんですよね。これも体調良くないですよね、頭痛になるってことは。どっか痛いだけやったらいいんですけど、まあそのまあそれがねきっかけではあるんですけど、良くないですよね。でこの日は普通の10回3セットやろうというような感じで、これ今多分アップですね。アップでガーンってこう一回重さ慣れでね、メインセットに近い重さでちょっと上げたりしてるんですけど、この日はね65キロにして、フルスクワット10回3セットやりました。これ 2.5 のプレート今入れてるんで、おそらくこれで65ですね、セットすると思います。まあ、だから、まあ、前回80にしたらこうもう全然無理やったんで、こう地道にやっていこうかなっていう感じで、やってはいるんですけど、あこれメインですね、メインでやりますね、はい。やっぱね体調管理が大事なんで、このただ単にね筋トレだけやってるわけちゃいますんでね、掃除も洗濯もご飯も作って子供のお迎えも行ってですねやってますんでね、なかなか、まあ昨日ご飯作ったりでもご飯炊いたのと奥さんが作っといてもらった味噌汁温めて納豆とじゃこやったぐらいなんで、まあ、いつももうちょっとやりますけど炊きたてご飯をこう際立たせるご飯晩ご飯にしようかなって思ったんで、まあまあたまにはそういうのもいいでしょう。いつもそんなんじゃないです。ちゃんと肉焼いたりしてます。あ次の日の奥さんが作る晩ご飯のために鶏胸肉の仕込みはやりましたからね。だからめっちゃやってますはい。でこれ2セット目っすね。だからまあこれでね次の日結構ねどこやろな、背中とかねちょっと痛み出たんですよね。まあだからまあ次もやりますけど、でもやっぱこうなんていうんですかね、やっぱレッグプレスとかやっぱ入れていくべきっすね。その上半身とかをまあ使わずして本当に下半身をのトレーニング、そうなってくるとこれレッグプレスでもうちょっと足もついてきた時のスクワットってまあ上半身もまあねもっと重いウエイトに耐えないといけないんですけどね、まあ、でだけどもまだ違いますよね安定感がね。だからちょっともうレッグプレス入れる宣言をしました。今日しますもうそれいう日もあっていいかなと。むしろちょっとレッグプレスをメインで下半身考えようかなと。でスクワットは逆にこうたまに入れる。でまあできたらもうちょっとね高重量でやっぱスクワット入れて全身種目としてやっていった方がいいかなとは思うんですよね。ちょっとなんかあんま伸びないんですねこのままやっていってもね。だからまあレッグプレスメインで考えます。で背中もデッドリフトもまあ今はね1回置きですけど、そんなにねまあ何回もやらんでいいかなとは思ってるんですよね。
1週間に1回多くて、もっと10日に1回とかね、そうなってくると月3回ぐらいですよね、デッドリフトとかスクワットは、まあ、それぐらいでもいいですよね。それよりもあのちょっとボディーパート、本当ボディーパートごとのトレーニングになりますけど、そういう種目、確かにあのレッグプレスやってる人多いですもんね。まあまあまたちょっと違う理由かもしれないですけどね。はい、ということでレッグカールですね。ここのジムね、レッグカールこれしかないんでね、うつ伏せに寝てやるレッグカールが僕は一番好きなんで、好きなんですけどね、正しいやり方がいまいちちょっとこのシーテッドのレッグカールはわからないです。でもまあ61キロですかね、やりました。最後にレッグエクステンションですね。これはちゃんとこうあの背中しっかり、腰ですかね、背中をこうシートにつけてやった方が大腿四頭筋の全体的にくる感じですね。まあここら辺はもうね変わらずというような感じですね。まあちょっとそんな感じで下半身のトレーニングはちょっと変えていこうかなと、大幅に。スクワットもう封印ですかね、ちょっとね。まあ2週間はやらないですね。で足がしっかりついてくるのを感じ取ってですね、でからのという感じでいきたいと思います。はい、そんな感じで今日のトレーニングは終了です。ありがとうございました。